闇の部分がこうあるわけですよね、自分の中の、うん、あんまりそういうところ見せたくなかったんですよ、人に。やっぱそこはもう自分だけのこう、まあ、初心に戻るっていうか、世界っていうか感覚的な好奇心を抑えきれないっていうか、自分にとってね、こう自分を解放する場っていうのが、まあ、スケートしかないんですよね。だからまあスケートではもうとにかく解放したいんですよ。とりあえずまあ自分の中で基本的には既成概念をぶち壊したいっていうのは常にあって、お前はこうだとプロセススケボーはできてく貼るもんだってでしょ、決めつけっていうのが好きなんですよ。だからまあこういうもうそこまでたどり着いてしまったら、確かに、まあ、行かれてると思われたかったっていうのもあるんですよ、うん、そこは行くまでっていうのがいいですよ、言われたらもう嬉しいんですよ、うん、最初はこう恥ずかしがってるけど、まあ、恥じらいっていうのがやっぱ欲しいじゃないですか、人と違うってことを、だそれを表したかったっていうのを、感覚を味わいたいのかもしれないですね。スーッと、なんで丸れるかって言ったら、スーッと滑っていく感じじゃないですか。感覚なんですか、その。え？何？気持ちいい？引き出そうとしちゃう。気持ちいい？てかね、こう、レール曲がったりするじゃないですか。その時の感覚がまたたまらないですよ。こう、レールに乗ってこう。分かっていくときの感覚とかもう本当にこう、それはもうレールでしか味わえない。あ、おっぱいなの？レール滑っていくとただでさえ気持ちない、こう曲がっていったらさらに気持ちいいみたい。曲がっていったらもうだからこう曲がりたい。そうか、ただでさえ気持ちいいのが曲がっていったらもうだからまあ別にハンドレールとかじゃなくてだからこう曲がりたい。
よし、行こうか。なんかやれよお前。え？うひょ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 みたいなやつねえの。いい顔、さっきの、さっきのいい顔。もう忘れましたよ。